ました。警察車両が揃って全部アヌサワリ方面から来た車がソイランナム方面に向かっています。並んでいます。オートバイは影も形もなく全部過ぎました。オートバイの影は一人もありません。逃げています。ソイランナム方面まで走っています。時刻は8時53分です。これからが大変だと思います。9時過ぎると外出禁止令で捕まることがありますので、まあこれで一件終わるでしょうか。無事オートバイは姿を消し収まった感じがします。今日はリンデンの十字路ではなくラチャパロプ通り、アヌサワリ、ソイランナムの区間のようです。これからが各オートバイ帰るとき検問にかからないよう帰らなければなりません。大変なことです。今日のソイランナムにいた警官の数はやはり今思うと異常でありました。今ソイランナムとラチャパロプ通りのいつも私が散歩で通るところの通りです。警察官の検問、また警察車両が全部止まっていてアヌサワリに行くことはできません。ですからこのソイランナムの左に曲がって行く以外は通ることができません。今日ここにはいつもは車が止まって検問をしていたのですが、今日はいなく、この両脇のところに警察官が多数おりました。散歩から帰るときにいつもここの通りを通りますが、異常な雰囲気を感じました。やはり察知していたことだと思います。今日はリンデーンの十字路でデモが起きるのではなく、このラチャパロプ、ソイランナムの通りからアヌサワリーのところでデモが行われたことがよく分かりました。今時刻は9時
4分です。あ、今車が止められています。デモ隊のオートバイは見るも影もなく過ぎ去っています。やはり9時でデモは終わるのだなぁと思います。この両脇に今日は警察官がおりました。